それでは宇崎竜童の発射バイシーガルという曲を、これもリクエストいただいたので解説していきます。まあこれもあのデモを取るようなもんでもないので順番にやっていきます。ギターソロもありません。まあほとんどバッキングっていうかそういうのも聞こえにくいところがあるんで、まあ想像も入ってますが、順番に、その時のフレーズというかをやっていきます。寂しさを癒しに A メロの、ギター1っていう感じで、ただまあでこういう合いの手を入れてる感じで、もう一本は多分、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思います。でここでこれのちょっと1オクターブ高いような音で、まず G は、1弦2弦の15と3弦の16で、これで、まあ、下からチャーンっていう感じで、こういう感じですね。で次がコードが Em はこれ聞こえてくるのが G と同じ感じで、Em7 だと G と同じやつを弾いてもいいんですけど、まあとりあえず Em コード変わるということで、ちょっと原曲の音と違う感じでいくと、まあ、1弦がさっきの15、2弦が17で、3弦がそのまま16、これがさっきと G を言っても音的にはいいと思います。で次が Am が来て、 Am は1弦12、2弦13、3弦14、これですね。で、D7 の場合が、1弦と3弦が14で2弦が13、これ普通に D7 がこのまんま1オクターブ高鳴ったやつですね。まあこの、4つのコードで、この次のやつもタタ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 の解説をしていきます。まあ普通にこれ、A メロも、ま、同じで、まあ普通にコードをそのまま最初はこうで、このチャっていうのを入れなくても、まあこんな感じでずっと来て、で B メロもそんな感じで、まあ B メロのコード進行が Em2 小節、Am2 小節、CDG っていう感じですけど、そこでまあ Em で最初これをリズム的にはこれ3連符でタッ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 、こんなリズムで、まず Em で Am で Am
マイナーのところで、まあ、ボーンって弾いて、でこの1、2弦あたりをで鳴らして、こういうフレーズが入ります。まあこれまたタブを見といてください。これで C D で G はまあ全部押さえてもいいし、まあ指す方がちょっとこの、まあ、省略コードを押さえると、この1弦2弦33弦4、4弦5で押さえて、で小指で3弦の4から5へハンマリング、これで戻す。まあ、こういうフレーズがちょっと入るだけです。で次が、また Em で Am 今度普通に2回で、今度 C で、D で、これで G に戻る。こんな感じのフレーズです。まず、1,2,3,4,8 小節やね、先8小節分、まあ普通に G、Em、Am までは普通にこの、でまあ普通のように弾いて、で最後に D7 のところでこれを入れて、こういうフレーズが入るだけです。Am のとこからいくと、でまた次の G。2回目の A の2段目のところですね、残り8小節をやっていきます。まず G と Em はさっきの普通に、まあでこう鳴らすだけですね、1小節に1回ずつで、 Am のところで、でここで D7 で、で GG、こんな感じですけど、まあ、Am 弾いて1,2,3,1,2 ただっていう感じ、1,2,3,1,2 こんな感じで、っていう感じですか、わかりましたでしょうか。これは、まあ、これは3弦の4から5で4へハンマリングプリングで、薬指で4弦5、中指で5弦の5で G へ。解説していきます。まあ普通に Em と Am はで Am、まあ、このじゃあ1小節に1回ずつでいいと思います。で次が CDG ってくるんですけど、 C のところで弾いて、ここで C がで D、 あ C で
D ですね。これで G へ。こんな感じです。もう一回いくと。2回目の下の段の方、まあ、普通に Em と Am は普通に弾いてもらって、で C のところで CDG のところで、こんな感じで入ってきます。まあ C でこれを入れて、で次 D へ流れて、で D から G へ行くときにこれ入れて G へ、こんな感じ。メロの2回目っていうか、まあ3回し目になるんですけど、そこの部分で、まず E のところで、まあでこうチャって入れるのが入るだけで、 Am も同じで、で次の C のところで CDG のところやね、 C で、オニターフレーズがちょっと変わるだけなんで、まあ、雑になりましたけど、あんな感じで、まあ何やったっけ、3回目の B メロの2回目2段目っていう感じで、もう最後の、エンドの終わりのところ、まあ普通に Em で、まあただ単にで、まあこんな感じで入れましたけど、実際は弾いてなかったのかも、これ3本ぐらいギター入ってるのかも分かりません。で Am で最後が、でいくだけ、これでアルペジオをちょっとで入れるような、そんな感じです。で最後が、エンドが C で、で G、D、G ということで、これで以上になります。